行ってやろう。だがエレンなら、あいつが来た右翼側にいるはずだろう。僕の企画誌には右翼前方と書かれていたけど、そんな前線に置かれるわけはない。じゃあエレンはどこにいるってんだ。この陣形の一番安全なところにいるはず。だとしたら中央の後方あたりかな。そんな複雑な話、口頭伝達じゃねえと無理だ。それより俺たちで奴を足止めした方がいい。完璧だ。すごいよ、その調子だ。おい、これだ。これでは無駄死にだ。狙い通り。あの辺だ、助けが必要だな。何だ、あんなの追いません。ライナちゃん、あなたともいいな。陣形は崩壊して全滅だ。俺たちで奴の気を引いて時間を稼ぐしかねえ。うざな。長く時間を稼ぐぞ。ただし無理はするなよ。あいつには本当に知性がある。みんな気をつけて。ダイヤじゃん、待って。刃をぶち込まれてえか。ライナちゃん、あんなとこにいる。よもだ。知性のある巨人への認識が甘かった。ダイナちゃん、頼んだ。さあ、相手する。あんなの余裕じゃ。
でやろう。完璧だろ、タイさん。ライダーちゃん、任せていいよ。また巨人の群れが。やっぱり、こいつが呼んだのか。見ろ、先輩方が巨人を食い止めてくれてるぞ。よし、俺たちはあの知性を持った巨人の足止めに徹するぞ。やった、奴の動きが鈍くなったぞ。次は十分だ、急いで離れるぞ。そんな、なぜあっちの中央後方、もしかしてエレンがいる方へ。